はいどうも、皆さんこんにちは。ドラケ大好きチャンネルのシャマと申します。今回はドラケ6の絶対に手に入れるべき優秀武器を9つ紹介していきます。これらを知っているだけで攻略の快適度が段違いですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編いってみましょう。まずはじめに紹介していくのはブーメラン。攻撃力は15で全体攻撃が可能な武器、上の世界のレイドックで購入することが可能です。この時期では少し高額な420ゴールドっていう設定なんですが、これがあれば試練の塔の攻略難易度が劇的に変わります。レベル上げも兼ねてお金稼ぎを行うことで一石二鳥、序盤のエース級武器なのでレイドックでの購入は忘れずに行っておきましょう。続いて紹介していくのは鉄の爪。攻撃力は21で、入手時期的にはハッサンがメインで使うべき武器となります。この武器の強みはシンプルな性能の高さだけではなく、サンマリーノにある樽から手に入るというところですね。ハッサンが加入して間もない時期、まだまだ装備を揃えるお金もないタイミングで、この鉄の爪がタダで手に入るっていうのはあまりに優秀すぎます。絶対に忘れないように回収しておきましょう。次に紹介していくのは刃のブーメランです。攻撃力は25で全体攻撃可能と、先に紹介したブーメランの上位性能となっています。ここで押さえておきたい内容としては、アモール北の洞窟の宝箱から入手可能だということ。購入可能時期がほぼ同じな上、店売り価格は1500ゴールドと決して安価ではないので、間違ってもアモールのお店で買わないようにしましょう。この時期では装備可能者が主人公だけなので、2個手に入ってしまっても使い道がありません。使い勝手はもう説明不要でしょう。転職できるようになるまでは全体攻撃手段として非常に強力な武器なので、ぜひとも入手しておきたい一品です。次に紹介していくのはゲントの杖。ドラケ6有識者ならばこれが来るのはもはや分かっていたことでしょう。チャモロの初期装備で攻撃力は15、ただここで攻撃力の話をするのは全くもって意味のない行為です。この武器の進化は道具としての使用効果、戦闘中に使うとベホイミの効果を持っているため、ダンジョン攻略段階での MP の節約はもちろんのこと、無動戦などでは主人公やハッサンなどに渡して回復人員の補強も狙えます。この時期にベホイミがノーコストで誰でも使えるっていうのはあまりに優秀すぎます。もちろん無動撃破後もしばらくは MP 節約兼回復手段の増加アイテムとして重宝するため、ゲントの杖の効果と誰に持たせるかっていうところはしっかりと理解把握しておくべきでしょう。次に紹介していくのはメラミ発射マシーンではなく炎の爪です。こちらもドラケ6といえばの武器ですね。無動の城の宝箱で手に入ります。この時期にしては優秀な攻撃力53に加えて、攻撃時にギラ系の追加攻撃が発生、ハッサンの超優秀武器シリーズの一つとなっています。ただ武器としてそのまま使っても悪くはないんですが、この武器は道具としての効果でメラミを持っているため、無動戦などではチャモロやミレイユに持たせて火力を補強するっていう使い方もかなり有効です。ドラケ6では火攻めと呼ばれる戦い方が確立されているほどメラミが強力な作品でもあるため、これがノーコストで放てるっていうのはやっぱり強いです。無動の城到達後はまっすぐ無動のところに向かうのではなく、ハッサンの石像のあるフロアの横の宝箱を回収してから向かうようにしましょう。ちなみにジャミラスが8分の1の確率で炎の爪をドロップするので、こちらも狙ってみるのは結構ありな選択肢だと思います。次に紹介していくのはグリンガムの鞭です。海底宝物庫の宝箱から入手可能、攻撃力145でグループ攻撃が可能な武器となっています。マーメイドハープ入手後に入手可能な武器なので、ぶっ壊る武器となっています。まあ簡単に手に入ればの話なんですがね。というのもこの武器が入っている宝箱の前には門番が、兵士のグラフィックで話しかけたら道を開けてくれるのかなって感じで近づくと、絶望のキラーマジンガ2体が出現。この時期で対策なしで挑めばまともにダメージを与えることもできず、全滅確定のトラウマイベントとなっています。
とはいえ様々な対策方法が存在しているので、少しでも早めに手に入れる努力は可能となっています。スーパーファミコン版では腐った死体を最強のアタッカーに仕上げることが可能な武器なので、ぜひとも早い段階で入手しておきたいところです。今回はキラーマジンガの攻略法は説明しませんが、またいつか別の動画でお話しできればなと思っております。次に紹介していくのは奇跡の剣。小さなメダル40枚の景品として交換可能。こちらも時期的にはマーメイドハープ入手後あたりで交換可能なので、しっかりと探索してメダルは回収しておきたいところです。中盤で手に入る割に攻撃力は100と非常に高く、加えて攻撃時の回復効果もあるので、疑似的な耐久面の確保っていうところが可能になります。さらには人間キャラ全員が装備できる。リメイク版では仲間スライムが全員装備可能。こういった感じで編成に左右されない超優秀な武器となっています。というわけでメダル集めをサボるのを今日から禁止です。次に紹介していくのはラミアスの剣です。テリーが探し求めた最強の剣、なお彼は装備できない模様。主人公専用武器で攻撃力は初期値で130、おしゃれな鍛冶屋で打ち直すことで最高で145まで上昇します。単純な数値面の強さだけではなく、攻撃時にデイン系の追加攻撃も発生、道具としての効果でバイキルトも持っています。まさに最強の剣にふさわしい性能となっていますね。はじめは氷の洞窟で手に入るんですが、剣自体は錆びていて性能も低め。伝説の剣でも錆びるんですね。まあ、氷の洞窟に置いてあるってことでね、湿気が多そうなんで仕方ないのかもしれませんが、まあ、後にロンガデセオンの鍛冶屋で鍛えてもらうことで真の力を発揮することになります。2回叩き直してもらった際の攻撃力は145で全武器中最高数値なので、ラミアスの剣入手後も叩き直し、これを忘れずに行うようにしましょう。次に紹介していくのは破壊の鉄球です。攻撃力125で全体攻撃が可能な武器。ブーメラン系の最上位的な存在で圧倒的な性能をしています。ハッサンやドランゴ、スーパーファミコン版ではロビン2などの最強物理アタッカーたちが装備可能な武器で、戦闘快適度を大きく高められる優秀武器となっています。ただドラクエ5のような無条件最強武器っていう感じではないので、これはいろいろと問題点があって、そこをお伝えしていこうと思います。まずは単純に入手時期が遅い。欲望の街のカジノのコイン30万枚で交換ということで、終盤も終盤。スーパーファミコン版だと特にカジノのコインが稼ぎにくいため入手困難ですね。加えてドラクエ6から転職システムと充実した特技によって全体攻撃の手段が一気に増えたので、武器自体の全体攻撃の価値っていうのは相対的に下がっています。まあ、でもリメイク版では100コインスロットが追加されたっていう関係から、だいぶコインは貯めやすくなったと思うので、リメイク版で主に狙っていきたい優秀武器と言えるでしょう。はい、というわけで今回はドラクエ6の攻略で超役立つ優秀武器を9つ紹介していきました。今回紹介した武器はどれも必須級の優秀武器なので、しっかりと覚えておきましょう。それでは今回の動画はここまで。次回もお楽しみに。バイバイ。